事の能率が低下しています。先月比で 5.4% 給与がカットされました。タイプミスには十分注意し、 B ランクへの向上を目指しましょう。アリサさん、あの赤い巨人ってどっから来たと思う？やっぱり宇宙じゃない？宇宙か、いいよな。エイリアンは会社行かなくていいから。また始まった、高尾さんの妄想癖。はい、宇宙の果てまで行けば給料の心配する必要ない。入力ミスで怒られることもない。私はこうしてお店でお客さんと話してるだけで十分幸せだけどな。この広い宇宙の片隅のちっぽけなバーのカウンターで私たちは偶然出会った。それだけで奇跡みたいなことだと思わない？いや、男のロマンってのはさ、もっとスケールが大きいものなんだよ。女には分かんないかな。まったく。その男の人生は決して輝いているとは言えなかった。星に例えるなら、肉眼では見ることができない七等星のような存在で。何センチメンタルな顔してんの？別に。どう？記憶戻った？え？Kから聞いた。過去の記憶がないんだってね。ああ、俺わからないんだ、自分の過去に一体何があったのか。自分は本当は何者なのか。何か大切なことを忘れてる、そんな気がする。我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへ行くのか知らない？ある画家が残した名画のタイトル。未確認飛行物体の侵入を確認。ポイントはベータエリア J913。 うん、遅い。あいつら遅い、絶対遅い。なんだよ、遅えな。もう、あった、遅えな。ケイ、遅えぞおめえら。ごめん、二人でデートしててさ。え、嘘に決まってんでしょ、お猿ちゃん。それより例の物体はこっちじゃない？行こ。おお、ちょっと待てよ。確かにこの付近に降下したんだが、レーダーから消えちまってよ。ん？微弱な放射能を検出してる。何かが地面を移動していることは間違いないな。よし、付近を調べてみようか。大丈夫か？
無事でよかったよ。ここ俺の部屋だ。君は必ず事件現場に現れるんだな。あの光の魂は取り逃がしたけど、仲間のエージェントが行方を追ってる。あなたも私に構ってる暇ないんじゃない？いや、今日こそ君の口から真実を聞きたくて。昨夜星空を眺めてるうちに不思議な感情に駆られた。俺のなくした記憶と何か関係があるんじゃないのか。教えてくれ、俺の過去に何があった。言ったでしょ、あなたはこの世界の救世主。ただ今を見据えて戦い続ければいい。待てよ、これは何だ。俺の人生って何なんだろうな。昨夜未確認飛行物体の侵入が確認されたベータエリアで、謎の光の玉が相次いで目撃されています。まるで生き物のように飛び回ることから光の魂とも呼ばれています。近隣の住民の皆さんは十分警戒してください。そこのあなた、最近オフィスでの作業の効率が落ちていませんか。そこで便利このソフト、昨夜から今日にかけて光の魂に襲われたという通報が全部で27件。しかし死者と怪我人はゼロだ。襲われた人の体には何の異常もないってことか。妙だな。その光、何かを探してるんじゃ。え？いや、ただそんな気がしただけだ。憶測だけで物言わないの。とにかく今日こそ光の正体を突き止めるぞ。あっ、お前いつかの。え？前に来たのはあれは確かもう3ヶ月以上前か。ちっとも現れないんで心配してたんだぞ。お仕事お忙しいんでしょ。ああ、意外と忙しくて。仕事って例のあれか。この映画、オタクも好きなんだ。ああ。俺もだ。もう100回以上は見てるね。セリフは全部空で言えるよ。すごい、そんなに好きなの。この命が続く限り宇宙の深淵を目指す勇気と探求心、それこそが知的生命として最も根源的な欲求ではないか。何二人とも子供みたい。いいセリフだよな。いいセリフだよな。オタク、仕事何やった。え、仕事、なんて言ったらいいのかな、宇宙を相手にした仕事かな。宇宙？何？え、あ、もしかして
宇宙飛行士さん？笑った。天文台の職員さん？違うな。もしかしてこの映画の監督さん？それはないでしょう。それはない。なんだ、教えろよ。秘密だ。秘密だよ。ったく、いいよな、楽しいんだろうな。それに引き換え俺は。なんだよ、今の仕事そんなに不満なのか。あ、子供の頃は当たり前のように思ってたな。大人になったら宇宙旅行に行けるようになるって。でも現実を知れば知るほど宇宙はどんどん遠くなってった。大変なんだろうな、宇宙を相手にした仕事。ああ、頑張ってくれよ。俺の諦めた夢の分まで。おう。ジン、そっちはどうだった？収穫なしだ。何やってたのよ。ん？アルコール反応。まさか。それよりそっちはどうだった？ああ、見てくれ。現場の地面の土から地球外生命体の細胞が検出されたんだ。驚いたね。生物の推定年齢は2万歳以上。2万歳？例の光の魂は生物が進化に進化を重ねた結果たどり着いた究極の形なのかもしれないな。俺、一体どうしたんだ？ああ、やっと器が見つかった。誰？恐れることはない。お前は選ばれたんだ。選ばれた？昨夜を境に光の魂の目撃情報は途絶えている。最後に目撃されたポイントはベータエリア F の315。よし、今日はその周辺を重点的に調べよう。近くに来る用事があったら寄ってくれ。お前が喜ぶもの山ほどあるからさ。ベータエリア。彼は今いません。俺は彼の友人ですか？え？会社に来てない？彼は。あ、高尾さん？今日はまだ来てないけど。こちら陣。例の
現場？どうして今頃？特殊なデータでデータを拡大していたらしいの。私とケイもすぐに向かうわ。ねえねえ、ちょっと、危ないとか、逃げろ。危なくなくないよ、ジン。俺、選ばれたんだ。どういう意味だ。私に侵略の意図はない。ただ旅の同胞を探していただけだ。旅の同胞。私たちの祖先は数百万年前に故郷の星を失い、世代交代を繰り返しながら宇宙を旅していた。仲間たちは次々とその命が尽き、ついには私一人だけになった。だが私は諦めなかった。私は生物の住む新たな惑星を見つけると格好の器を探し出し同化する。そうやって永遠ともいえる宇宙の旅を続けているんだ。まだ見ぬ宇宙の深淵を目指して。そんなの身勝手だ。地球人の体を器として利用するなんて。違うんだ、ジン。俺が望んだんだよ、こいつと一緒に宇宙に行きたいって。俺がずっと抱いてた夢が思ってもみない形で実現するんだ。そう、少年だったあの日の夢が。この現実を全て捨て去ってそれでも旅立つ覚悟はあるっていうのか。ああ、もう覚悟は決めたよ。ここから先の宇宙にどんな惑星があって、どんな危険が待ち受けてるか、それは分からない。だけどこの命が続く限り、宇宙の深淵を目指す勇気と探求心、それこそが知的生命として最も根源的な欲求なんじゃないのか。そうか、行くんだな。サンキュージン。お前も宇宙を相手にした仕事しっかりやるよな。こうしてその男は永遠の旅人となった。彼の人生は今も宇宙のどこかで人知れず輝き続けている。ねえ、彼最近お店に来ないんだけど、どうしたのかな。高尾は旅に出たよ。旅？ああ、宇宙の果てまでね。そっか、行っちゃったんだ。ああ、
本当男ってバカなんだから。また来るよ。ねえ、今度来るときは星の好きな彼女も連れてきてよね。彼女？残念だけどいないよ。しかして怪獣人なの？エイリアンなのか？貴様はどんなやり方で地球を侵略する気だ？俺はエイリアンじゃない。侵略計画の全てを話せ。Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman Jade Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! 夢を力にして、みんなの夢を守る！走れ、ユーマ。スキップ、出動だ！了解です！君の思いが私の力だ。想像力を解き放て。ウルトラマンアーク、毎週土曜朝9時、テレ東系列発、世界同時期放送、同時期配信中。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録して、これからも我々を応援してほしい。また会おう。